だいぶお仕事溜まっちゃってるな。全然終わる気しないけど、今のうちに片付けておかないと。きっと今日も。お邪魔しますわ。あ、もう来た。ネプギア、今日も来てあげましたわよ。こんにちは、ベールさん。私まだ仕事中で。あら、せっかく私が遊びに来たのに、仕事を優先させるんですの？それは、だってベールさん、毎日遊びに来てるし。それはもう、毎日だって会いたいんですもの。お気持ちは嬉しいんですけど、その、仕事が全然進まなくて。さあさあ、おしゃべりはこれくらいにして。今日もたくさん用意してきましたのよ。今日もですか。さあさあ、早くお召し物を脱いで。それとも私が脱がしてあげましょうか。いいです、自分で脱ぎますから。そう、では私の方も準備をしないと。優しくお願いしますね。ええ、すべて、私に任せて。はあ、全然優しくない。何ですか、この恥ずかしい服は。とっても似合ってますわよ。はあ、こういう女の子らしい遊びも、いいですわね。私、昔からテレビゲームばかりでしたから。私で遊ばないでくださいよ。こういうのはモデルが良くないと楽しくありませんのよ。私も妹がいたらこうやって遊べたのでしょうね。いっそ本当に妹にしてしまおうかしら。それはちょっとお姉ちゃんに悪いし。お姉様、世界くらいなら私がいくらでもさせて差し上げますのに。ずるい。ベールばっかりネプギアで遊んで。ピク、なんか冷たい視線を感じたような。さあさあ、次はこっちの服ですわ。